今度ね、ジュースの CM のお仕事が決まったの。15代目のアムリタガール。そのことで悩みがあるんだ。アムリタガール？うん、アムリタシュワーの CM に出演する女の子のことをそう呼ぶみたい。新人アイドルの登竜門なんだって。え、アムリタシャワーってコンビニとか自販機で売ってるあれ？すごいじゃないか。俺もよく飲むよ。美味しいよね。私も大好き。一番はやっぱりブドウかな。だけどアボカドも捨てがたい。で、悩みっていうのは？それで撮影が始まったんだけど、監督から小悪魔力が足りないって言われちゃって。なんだそれ。つまり男心をくすぐるような仕草や色気が私にはないそうなのです。ねえ、いつきくん、どうすればそういうのって身につくと思う？それってズバリ思わせぶりってことなんじゃねえの？あ、トーマくん、お疲れっす。時間空いたんでコーヒー飲みに来ました。君が言ってた思わせぶり、思わせぶりってどういうことかな？あ、別にどうもこうもないよ。いけそうと思わせといていけない、でもやっぱいけそうみたいな。いけってこと？よくわかんないんだけど、なんつーか猫っぽい魅力。どうした？あのね、渋谷にリトルデビルって呼ばれてる野良猫がいるんだ。あの子がちょうどそんな感じだったなって。リトルデビルってまんま小悪魔じゃん。そのデビルちゃんを観察すれば私も小悪魔さんになれちゃうかも。とりあえずやってみるか。それじゃあ渋谷の街でリトルデビルって野良猫を探そう。頑張れよ。ありがとう、トーマくん。それじゃあ私早速デビルちゃんの情報を集めてみる。それじゃあね。
聞いてくれ。まこと。なんだ。すごキーホーマン。おか、マイドアリー。ほかに、いかがかしら？どうするの？ほかに、こん。よく切ったほー。キーホーホー。なんだ。すごい。いらっしゃいませ。ありがとう。
とうございます。なんだ、これ知ってるか。これ知ってますか？いつき、
みんな揃ってるみたいね。今日はね、なんと重大発表があるの。きっと重大発表なんだろう。ドキ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 。翼ちゃん、声に出てるわよ。でも翼ちゃんがドキドキするのもわかります。この間のキリア可愛かったわね。あの番組を見ていて私思ったの。今のキリアなら何かすごいことができるんじゃないかって。そこで私はひらめきました。な、何をですか。キリアと翼ちゃんでボーカルデュオを結成することになりました。そんなことだと思ったわ。楽曲の方はもう用意してあるわ。キリアに眠っていた可愛い一面をいかんなく発揮できる曲よ。大丈夫？翼。この子、なんて子なの？たったまま気を失っているわ。落ち着いた？はい、すみません。この曲をマスターするには、かっこよさと可愛さ。両方を持っていないといけない。でも私、可愛い振る舞いというのがどういうものなのかよくわからないの。可愛く振る舞おうとすればするほどドツボにはまっていっちゃって。可愛いものが好きだからって可愛いパフォーマンスができるわけじゃないものね。私には無理だと思う。簡単に諦めないでください。できないんだったら特訓すればいいだけです。私にできることがあったら何でも協力します。キリアさん、キリアさんは私とデュオをやりたくないですか。私はやりたいです。やりたくないわけないじゃない。キリアさん、私は今回のこのデュオをものにしたい。あの可愛くてクールな衣装だって着たいし、今回の歌だって思いっきり歌いたい。だったら一緒に頑張りましょう。ねえ翼、お願いがあるの。あなたの可愛さ、私に学ばせてほしいの。私がキリアさんに教えるだなんて、私何にも。そんなことない。だって翼可愛いから。わかりました。ショーン・オリベ翼18歳、全力でお手伝いさせていただきます。だったらいい特訓相手がいるわ。サーリャ、あなたいつから。愛するイツキのためなら私地獄に落ちても構わないわ。の下りからかしら。それは困る。じゃなくて、いつきくんずるい。あれ、どっちだろう。ちょっと最終調整に手間がかかっているから待っててちょうだい。最終調整。
ここでいいのね、ザリア。そうね。どんなレッスンなんでしょう。嫌な予感しかしないわ。でも先に行くしかないわね。はい。こいつら。土くれから作ってみたのよ。ミラージュのゴーレムってところかしら。右のがサジで、左のがマジ。かわいいでしょ。なんでくらおめえ、勝負するか、サジ。俺はマジだ。ほら、間違えんじゃねえぞ。サーリャ、すごいわね。こんなものまで作ってしまうなんて。この子たちは戦いの中でキリアが翼の可愛さを学び、実践しないと倒せないようにできているわ。さあ、二人ともキリアと翼のレッスンに付き合ってあげて。制御がおかしい。ほらてめえ、巻き割りすんぞ。引導を待たすぞ。ほら、ザーリャ、なんだか穏やかじゃないんだけど、どういうことかしら。デレペロ。もうザーリャったら。あー、ちなみにこの子たちとっても強いから油断しないで。下手したら死ぬかも。まっ上等よ。新曲絶対完成させるんだから、こんなところでやられるわけにはいかない。行くわよ翼、あなたの可愛さしっかり学ばせてもらうわ。はい、キリアさん、こちらこそよろしくお願いします。行くわよ、サーリア。カルネージフォーム、どんどん盛り上がっていくわよ。
感じ、てめえ主人じゃねえぞ。サジ、てめえボロいんだよ。ちょっと、いい？はい。この戦い、絶対負けられないよ。他の技の方が良さそうよ。翼と一緒に頑張って。やった。キュリオさん、よし、やるわよ。すごい威圧感だ。だけどその技では効果が薄いぞ。くらえ、この日を逃すぞ。この戦いで学んでみせる。キリアと一緒に頑張って。やったわ。行くわよ。なんて可愛いんだ。何？いけそうね。頼んだぞ、テロム。運命を超える。私から行くね。つないであげる。任せるわ。次、いただき。すげえ、俺たち。一件落着。どうですか、キリアさん。何か掴めましたか？うん。あなたのおかげで私、可愛さっていうのが何なのか分かった気がするわ。ただ必死に、がむしゃらに、無心に、自分にできることに精一杯向かい合う。それが翼の可愛さの秘密。だけど、これを私がやったところで、それは模倣に過ぎない。だから私は、翼から学んだものを使って、新しい、私だけのスタイルを作り出してみせるわ。かっこよくて、かわいい。それが新しいキリア。新しいスタイルよ。キリアさんの輝き、綺麗。やりましたね、キリアさん。ありがとう、二人とも。さあ、戻ってレッスンの続きをしましょう。
やれやれ、手間のかかるマスターだこと。あなたは反省しなさい。私に完成の二文字はないわ。ねえキリア、私この世界の人間は気楽なものだと思ってた。芸能だって正直遊びにしか見えなかった。でも違った。あなたを見ていて表現することも、命を、自己の存在をとした戦いだということを知ったわ。そしてあなたはその戦いの末に新しい自己を勝ち取った。サーリャ、あなたがいたから私変わることができた。あなたは最高の相棒。最高の相棒。何？何でもないわ。ちょっと高ぶっただけ。とにかく感謝してる。これまでのこと全部。いつきにもでしょう。それとも彼にはそれ以上の感情を抱いているのかしら。何言ってるのよ。別にそんなんじゃない。こっちの戦いはまだ全然ダメね。いいわ、
後で私が持つ全ての秘策を授けてあげる。私の相棒が他の女に後れを取るなんて私が許さないんだから。バカ。まさかまた発作が。キリアさん大丈夫ですか？惜しかった。すっごい楽しかった。はい、キリア、翼ちゃん、お疲れのところ悪いけどちょっといいかしら？キリアさん。私がここまでやれたのは、イツキがずっと、その、支えてくれたから。だからありがとう。何？いいと思います、キリアさんの新しいスタイル。当たり前でしょ。We'll be right back.
まだ見っ、ねえ、さっきトーマくんが言ってた思わせぶり、思わせぶりってどういうことかな。あ、そのデビルちゃんを観察すれば私もクワクマさんになれちゃうかも。とりあえずやってみるか。それじゃあ渋谷の街でリトルデビルって野良猫を探そう。おお、頑張れよ。ありがとうトーマくん。それじゃあ私早速デビルちゃんの情報を集めてみる。
なんだ？これ知ってるか？なんだこれ知ってる？ドキドキ。翼、もう少し静かに。あ、愛月くん。いけるか。うん、やってみる。こんにちは、デビルさん。お加減の方はいかがですか？今なら触れるかも。ですよね。そうですよね。こうなったら我慢比べだね。翼のやつ、猫と会話してる。ねえ、何あれ、ウケんだけど。あいつ痛くね？不思議じゃん。変わった私が大好きです的な。写真撮ってネットに晒しちゃおっか。何の騒ぎかと思って来てみたら、すごい集中力ね。周りの声や視線を一切気にしていない。あ、キリアさん。監督に高々一言言われたくらいで、普通はそこまでやる？バカみたい。そんな言い方しなくても、翼は真面目にやってるんです。そう、翼はやるのよ。バカみたいに、がむしゃらに。普通じゃない存在を目指しているから。だからあの子は強い。化けるわよ、翼は。私も負けてられないわね。
私理解しました。相手が欲しがっているものを理解する、そして与えすぎない、だけど放っておかない、それが小悪魔力なのですね。掴んだみたいだな。うん、やったよ、いつきくん。新しいパフォン。これでそれで行くよ。レディアントユニティシーダ翼一歩一歩着実に。男の人の心をつかむために猫を観察するなんて翼らしい自由な考え方ね。これが正解なのかはわからないけど、でも私なりにつかんだ答えでぶつかってみるよ。その息よ翼。それにしても難しいものなのね。どうすれば男の人の心を動かせるのか、私には全く分からなかったわ。そうだよね、シーダでも分からないんだもん、悩んじゃうよね。でも今の翼ならきっとうまくやれるはずよ。ありがとうシーダ。おーおーおお、いい感じいい感じ。 CM の反響もかなり良かったみたいだしな。そうだね、オチの方もな。15代目アムリタガール、白昼の貴公。
いやー、さすがは翼ちゃん。それは言わないで。清純派だった翼ちゃんも男を惑わす小悪魔になっていっちゃうのか。そうなの？なりません。ならないよ。冗談だよ冗談。じゃあな。トーマくんね。あのね、イツキくん、私絶対に小悪魔になんかならないからね。小悪魔っていうか子犬、ちぎれんばかりに尻尾を振ってキャンキャン騒がしい、むしろ麻薬の。そうかな。それは確かに昔はちょっとだけ落ち着きなかったかもしれないけど、でも今の私はビバアムリタガールだからね。昔の私とは一味違うもん。しかしすごいよ、翼も今や一人前のアイドルなんだから。いつきくんのおかげだよ。私もっともっと頑張るから、見ててね、いつきくん。ポーズの時はつま先から手の指先まで全身を意識しながらね。あと目力も意識しとくこと。あ、はい。それじゃ少し休憩したらレッスンの続き行くわよ。次は服やアクセサリーの見せ方。翼ちゃんは今回モデルの仕事もできてうまくステップアップした。だから今度は樹くんの番よ。樹くんも今回の一件で何か感じるところがあったんじゃない？業界のプロのこだわりを知りましたね。堀野沢さんも舞子さんも写真にかける熱意が半端じゃなかった。その熱意を感じ取れるなら、いつきくんもプロとしての第一歩を踏み出せているわ。プロでない人は写真の奥にある制作者の熱意までははっきりと理解できないものだから。いつきくん、あなたもこの世界の人間として少しずつ力を伸ばしているのね。はいはいはい、休憩終わりです。
レッスンの続き、いきます。守り、忘れ物はないですか？私は大丈夫ですけど、おじちゃん、今日こそハンカチ持ってきてますよね？おー、ミスティック！今日も忘れてしまいました。まったく、仕方ないおじちゃんですね。私、今日も一枚余計に持ってきてますから、使ってください。Thank you, Mamori. まさに三次元に舞い降りた天使です。天使なんて大げさです。Mamori ちゃん、そろそろスタジオに行く時間でしょ。アヤハが待ってるわよ。あ、そうでした。ほら、いつきくんもお見送り。行ってらっしゃい。仕事頑張って。それじゃあ行ってきますね。また守りちゃんのハンカチ借りたの？またとか言うな。知ってる？いつきくん、バリーってば守りちゃんにハンカチ借りたくてわざとハンカチ持ってきてないのよ。何が悪いです？私は源守非公式施設応援団の会員第1号ですよ。いや、応援団関係ないんじゃ。汚れを知らない今日は守ってあげたくなるプリティ、万人を癒す笑顔のキャフォー。源守りという奇跡の少女が汚れてしまわないよう守るのが非公式施設応援団の役目なのです。いつきくんはレンチン、レンチンアイドル守り知ってる？あ、はい、名前だけですけど。守りが出てる番組ですよね？うん、そう。レンチン視聴率がすごく良くてね。守りのおかげです。守りはアイドル子役として人気急上昇中なのですよ。と、まあこういうファンが増えてるのよ。で、どうにかしてこの人気を歌の方につなげたいんだけど。そういえば守り、たくさん歌の仕事できるようになりたいって言ってましたね。素直で何にでも一生懸命だし、今の仕事も楽しんではいるみたいだけど、本当はもっと歌の仕事をあげたいのよね。タレントとしての彼女も可愛いですが、守りは本当に歌うことが大好き。早く歌手として輝く姿が見たいです。だから非公式施設応援団長として何か守りのためにできることを探します。バリー、守りちゃんのことになるとさらにヤバい感じよね。そうですね。有名ミュージシャンだった頃の面影ゼロ。昔はミラージュマスターでもあったのにね。え、ミラージュマスター？ええ。でも彼はかつて強力な敵と戦って、その力を使い果たしてしまった。その時に彼のミラージュも消えてしまったの。そのことに責任を感じたバリーは塞ぎ込むようになって、音楽業界から姿を消したの。その後いろいろあって、
結局今はトレーナーをしてる。人に歴史ありですね。あの、この事務所にいるってことはもしかして守りもマスターなんですか？守りちゃんはマスターじゃないわよ。マスター候補ではあるけどね。候補？それじゃあ守りもミラージュの事件のことを知ってるんですか？ううん、まだ何も教えてないわ。素質はあるけど、あんな小さな子を戦いに巻き込んでいいものか、まだ迷っててね。だけど樹くん、もしもの時はあの子のことよろしくね。わかりました。と、私も出かける時間だわ。それじゃあね、樹くん。そういえば翼、聞いた？あたしたちの出てたナンノ、なかなか好評らしいわよ。どうしよう、いろんな人に見られてると思ったらドキドキしてきちゃったよ。そんなことでビビってどうするのよ。芸能人なんだから見られてなんぼでしょ。震え歌謡魂の略で歌玉です。大東テレビで放送されている歌謡曲メインの1時間番組なんですけど、今度特番で2時間の生放送をやるんです。歌玉はすごいんですよ。私の大好きな歌手さんはみんな出てるんです。つまり守りが大好きな歌番組の生放送に出れるってこと？番組作ってる人に推薦してくれたんです。バリーさんが？番組の人が友達だって言ってました。お友達さんはエンチンアイドルマモリも見てくれてるみたいなんです。そんなすごい番組に出れるのか、よかったねマモリ。はい、とっても嬉しいです。これからリハーサルなので頑張ります。行ってきます。緊張してないといいんだけど。バリーも付き添ってるし大丈夫よ。リラックスして番組を楽しんでると思うわ。それはそれとして、いつきくん。はい。実はこの前の堀野沢信の事件で一つ分かったことがあるの。信の性格が変わったのはダイバーテレビのポスター撮影の仕事を受けた前後らしいわ。ダイバーテレビ、私がオーディションを受けた場所ですね。ダイバーテレビがどっちにも関係してる。翼のオーディションに堀野沢さんの一件、少し気になる。もしかしてダイバーテレビに何かあるのかな。そうね、ダイバーテレビの内部に黒幕がいる可能性は高いと思うわ。キリアもそう思うか。決め打ちしちゃうのはちょっと怖いんだけど、他に突破口がないのも事実だものね。決め打ちは怖いんですか？テレビ局なんて出入りする人が多いから。ああ、確かにそうですね。
そうは言ってもようやく買えた宝くじよ。何としても当たりを出して状況を一変させてやるわ。さてと、守りちゃんの放送までまだ時間あるし、ちょっと出てくるわね。ここか。え、つるぎ。どうしてあなたが。いないか。チキはどこだ。チキ。あ、いや、チキってウタロイドの。ウタロイドのチキではない。ミラージュのチキだ。お前たちフォルトナがかくまっていることは分かっている。チキに何の用だ。知る必要は。いや、話してもお前たちには理解できん。そして無能の理解を待つほど俺は暇ではない。大切な仲間を目的も分からない人間に合わせるわけにはいかない。仲間か。くだらんな。チキを渡せ。俺の要求はそれだけだ。その要求は飲めない。そうか。ならばこれ以上の会話は無用だ。そこか。待て。チキ、どこにいる。出てきてくれ。チキに何をする気だ。邪魔をするな。俺にはお前たちの仲間ごっこに割く時間は1分1秒たりともない。これ以上お前たちが俺の目的を阻むなら容赦せん。アルメージ4。俺の剣を見せてやる。鶴見もミラージュマスターだったのか。そうはさせない。この戦い絶対負けられないよ。よし、ここは私に任せて。俺から行く。行ってくれ。まだまだ。いいぜいいぜ。多少はできるようだな。だが俺の相手ではない。すごい威圧感だ。だけど、潰すわよ、キリア。キリアの重さ、上がる。くらえ。ごめん、みんな。ど
じ。まだ力の差がわからないのか。おとなしく指揮を出せ。大丈夫か、みんな。なんとか。黒のキリアがいて、この程度か。私を知ってるの？剣社だ。わからないのか。5年前のあの時、お前は俺と会っている。ごめんなさい。私何も覚えてないの。やめるんだ剣。チキは怖がってる。お兄ちゃん、チキは本当に記憶を失っているんだな。ああ。そうか。ならば意味がない。意味がない。人、私のこと知ってるみたいだった。私はあの人のこと知らないのに。剣はチキとはどういう関係だったんだろう。彼も5年前のこけら落とし事件の関係者よ。詳しいことはわからないけれど。え？公演の最中に消えた剣近臣は彼の父親。八代はあの事件に囚われ、今も一人で戦っているのね。これが覚悟の差だっていうの。不甲斐ない。私は八代と五分にやれるつもりでいた。なのに手も足も出なかった。私がもっと強ければ。次は勝てるように俺たちのやり方でみんなで強くなるしかないです、キリアさん。そうね。落ち込んでいても仕方ないわね。みんなここにいたのね。大変なのよ。うたたまのスタジオがミラージュに襲撃されてるのよ。マジかよ。おい、いつき、事務所に戻ろう。
もうネット上でもこの異様な放送は話題になり始めてるわ。うたたまの放送局は大東テレビね。ダイバーテレビ以外でもミラージュ絡みの事件が起きたんですね。ええ、残念だけど黒幕の正体をダイバーテレビに限定して考えるのは得策じゃなさそうね。あれ？あそこでギター弾いてる人ってバリーさんなんじゃ。ああ、間違いない。バリーさんマスターじゃねえから、ミラージュに抵抗できなくて操られてるのかもしれねえな。まずいことになった。待てよ、ということは守りも危険ね。あの子も今うたたまのスタジオにいるはず。守りとバリーさんが心配だ。テレビ局に行こう。あ、そうだな。私も行くわ。エリン、私もマスターなんだし当然でしょ。そういえばマスターだったっけ。何よそれ、忘れてたの。いい、守りは同じ事務所の仲間だからね。仲間がピンチに陥ってたら大統領を殴ってでも助けに行くのがハリウッド的よ。ま、今日は私とビオールのハリウッド的救出見せてあげるわ。期待してるよ。いざ大東テレビ、守りを助けに行くわよ。Mm-hmm.